サンセベリアはスズランアカドラセナ族の多年層。かつてはシトセラン族であった。本来サンセベリアはシトセラン族に属する主全般を指すが、そのうちのサンセベリアトリハスキアータが、慣用的に単にサンセベリアと多く呼ばれる。標準和名はツバチトセラン。適切な読み方ではないが、慣用的にサンスベリアとも呼ばれる。 園芸用の観葉植物としてよく流通しており、フクリ林チトセラン、マルバチトセランなどの品種が知られている。1903年にデイビッド・プレインにより、ベンガルの植物第2巻で記載されて以来サンセベリア・トリファカタの学名で知られてきたが、デイビッド・マッバーリーによる2017年のマッバーリーの植物本第4版1101ページで、ドラセナ族に移す学説が発表され、 旧植物園の特定の植物のとがの世界チェックリストでもこの見解が受容されている。主な原産地はアフリカの乾燥地帯である。地中からロジェット状に立ち上がる葉は肉厚で先が尖る。その他、タンザニアやエチオピア等も有名である。多肉植物あるいは観葉植物として扱われる。総本で茎は地下にあって横に生い、葉だけを地上に出す。 種によっては、根室葉が多少ロゼット状になって、草らしい形に見えるが、エストリファカタなどは、横に刃う茎から少しずつ間を開けて葉をつけ、それが地上に長く直立するので、板のような葉だけが立ち並んだ姿となる。葉に緑色の濃淡による横縞模様があるのが、虎のオランの名前の由来である。葉の間から家茎が出て目立たない、小さな花が咲く。花。 つぼみの細い茎の基部には蜜栓があり、透明な小さな蜜の玉が下がる。日本に持ち込まれたのは明治の中ほどから末までの頃とされ、長く本属では本種の実が栽培されてきた。ただし、昭和初年に導入された本種の黄色福林品である福林チトセランの方がより多く普及している。葉を干渉するために観葉植物として栽培され、 不入りなどの園芸品種が多い。多肉植物だけに乾燥に強く、水不足で葉がしおれることはあってもなかなか枯死し,しない。また、日照不足に強いのも特徴である。ただし低温とか湿には弱く、水のやりすぎなどで根腐れを起こすと葉が紅白色に変色して抜け、枯死し,してしまう。冬は室内に入れ、水は与えない方が良い。根っこが水を吸わないため、 根腐れを起こすことがある。土から出してよく乾燥させ新聞紙などでくるみ、暖かい場所で越冬させることができる。暖かくなってきたら、また地面に刺すと成長し始める。葉が多く出るようになったら、株分けで増やすことができる。葉刺しでも根付くが、不入り品種では、ブチがなくなってしまう。葉刺しのやり方は、綺麗な、傷んでいない、元気の葉を5センチぐらいの間隔で切り、 上下を間違えないようにそのまま地面に刺せばよい。ただ、株分けで増やす場合、葉先に触れると、葉が傷んでしまうので注意が必要である。空気清浄能力が謳われたりすることがあるが、本種は CAM 型光合成を行うため、同能力がある植物に、特徴的な暗所における二酸化炭素吸収能力は、あっても、空気清浄能力は、他の空気清浄能力が歌われる。 観葉植物各種と比べて高くない。葉が厚いために破綻遺面積あたりでの光、合成量こそ高いものの空気清浄能力についてはあまり期待できない。を空気中に発していることもあり得るが、周酸イオンも不イオンであり、マイナスイオンとして扱われ得るものである。具体的な物質と証拠が明らかでない場合、そのようなマイナスイオンについては無条件に良いものと、 見なさない方が良い。多くの園芸品種がある。代表的なもののみあげる。本種の葉から取れる繊維はアフリカなどでは利用されており、それを目的とする本種を使った主観交配品も存在する。ありがとうございます。